津田宗久は、安土桃山時代の堺の商人、茶人、天皇寺屋宗久とも、縄助五郎、郷は、天心、夕皿時、千里宮、今井宗久と共に、茶の湯の天下三宗唱と称せられた。境南宗の豪商、天皇寺屋の津田宗達の子として生まれる。茶人、竹の女王の門人であった父に茶道を教わる。 大徳寺十字の大林総統には善を学び、後に天神の御を与えられる。堺の大将路に居所を構える天皇寺屋は、堺でも有力商人として知られた。早急は、A6 年間には、石山本願寺の下妻単語の一族と通じ、ついで堺に勢力を張った、三好島康を頼みとしていたが、やがて慎重してきた、織田信長に接近。 元気3年11月には信長が主催した京都明覚寺での茶会に参加して接待を受けた。元気4年2月3日には岐阜城で信長の名器の拝見を特に許され、艦隊されるまでになった。天正6年、信長が堺を来訪した際には、自定に訪問を受けるなどし、徴用された。明智光秀の茶会にも顔を出していたが、後に実権を握った。 豊臣秀吉にも信頼を得て茶の湯者八人衆の一人として数えられ、今井早急、千里急と共に三千国の治療を与えられた。黒田浄水とも長く信仰があり、天正十五年十月一日、豊臣秀吉が九州平定と樹落台の造営を記念して北の天満宮で開催した大茶の湯でも宗久、利急と共に茶会を行った。天正十九年、死去。 墓は、堺市の南州寺にある。茶会の記録として、早急茶のユニッキタ会期、早急茶のユニッキ回帰会期や、道具拝見記を記した。これらの記録は、天皇寺屋の総達、総本が記したものと合わせて、天皇寺屋会期と称され、当時の武将たちの関係や、事件などを知る、歴史的資料になっている。古には、早急に続いて、天皇寺屋会期を記した。 津田修本、大徳寺156世で、大徳寺両校院初生十字、高月双眼がいる。娘の A 香オは、旧中医として知られた中井家の一員で、堺で開業していた中井うんなりに課した。ありがとうございます。